室町時代に存在した南朝系の世襲宮家の一つ。一般には朝系天皇の御子を過疎とすると考えられている。南北朝合逸後、皇位回復を目指して反爆姿勢を崩さなかった小倉宮家とは対照的に外して幕府体制に順応的な態度をとっていたが、資料が少ないために系譜に関しては曖昧な点が多い。玉川宮とも。宮号は、 長慶天皇が晩年を過ごしたとの伝説がある、木の国糸郡玉川に由来するとされるが、この玉川の地と三宅との直接的な関わりは明らかでない。そよぎまさる、そよぎ中は一般に玉川宮の孫とされることが多いが、その父は不明である。ただし、以下の概略で述べる玉川宮の同行が一大による、ものか、 あるいは二代にわたるものかについては、識別する術が全くないので、もし後者であれば、二代玉川具ゆなる人物を、そよぎまさる、盆中の父に想定することもできないわけではない。欧恵二十一年四月の足利義満七回期に、森清新宮と共に供物を献じたとあるのが、初見である。象徴元年十月三宅の領所と思われる田中総。 深瀬号をめぐる訴訟に関して、担当部業、伊予飛前神へ特則を依頼しており、影響三年十二月娘が十七歳で、将軍、足利義則のもとへ参考し、その次女となっている。同五年十一月には、森清新宮使社、あの三ネ寺にことづけて、前月に死去した、五小松上皇の弔文をした。また、和歌をたしなんでいたようで、影響五年九月、 五小松上皇、御花園天皇、伏見宮、貞田草王、皇、時わい宮寺か名王らと百首歌に栄進し、翌六年四月その探索の印し方について、貞田草王皇と共に、飛鳥海正世を通じて、中山忠親に尋ねている。同年五月には、天皇から、お百首一貫を賜り、十月には、伏見宮、時わい宮らと共に、 翌月の玉津島神社の崩落への永心を命じられた。以上の動向から察するに、玉川宮は幕府体制に順応して、区下社会にすっかり馴染んでいたものと思われる。しかし、影響6年将軍義則によって南朝根絶の方針が打ち出され、これに則っ,って小倉宮、 森清志陰宮の皇族が共に創石に入っていることを考えると、玉川宮にも何らかの影響が及んだことは想像に難くない。当時、鎌倉久保の反爆行為や大和影響の乱などの騒乱が頻発していたため、反乱軍のシンボルとなる南朝行員の存在を幕府が危惧するのは自明の理であった。以降は、資料が乏しく、 永郷九年七月吉則と対立していた大角寺吉明が蓄転した際、玉川宮森清新宮の後陣もこれに同行したとされ、その数日後に彼らを追って蓄転した南方宮とは玉川宮のことを指している可能性がある。なお、同年十一月、吉則の側室となっていた東味方が密通のために流罪に処せられたというのも、 時期的に南朝行員に対する圧力があったことを伺わせる。下吉三年玉川宮はすでに稲葉に選っていたと言うが、事情は不明で、その後の消息も知られていない。子孫には玉川宮五伐村というそよぎまさる、盆中の兄弟が知られる。共に、少年は不詳であるが、将軍、吉則の勇士として、それぞれ五歳、四歳の時に、小国寺の活色となり、 衣装費には将軍より毎年二千匹が各人に支給されたという。そうよぎまさるは後に同時系運印字となるも京徳4年2月28日兄弟共に蓄転して行方不明になった。柴勝森や村田正氏は長六元年の長六の変で殺害された北山宮、河野宮がこの兄弟に当たると考えている。なお、村田によれば 流泉寺に伝わったと推定される五代五天皇木像があり、その図紙に貼り付けられた宝徳三年の年を持つ奥書きには、像の作者を長慶院の三世の宮と記してあったという。これが、そよぎまさる、棒の中の兄弟に当たるのかは定かでないが、少なくとも長慶天皇に彦がいたことだけは確かであろう。ありがとうございます。